泉流の人気狂言師の野村萬斎さんが県立音楽堂の邦楽監督に就任し、委嘱状が交付されました。委嘱状の交付式で谷本知事は、野村家は加賀藩前田家お抱えの狂言師だったと聞いている、ゆかりも深いので力量を存分に発揮してほしいと歓迎しました。野村さんは演出家としても活躍中で、今までにオーケストラアンサンブル金沢と6回共演しています。 SDGs を体現してきたのが邦楽や伝統文化ということだと思いますのでね、そういう意味でも何かその良さをもう一回磨き直して皆様に楽しんでいただけるような、なんかそんなことに微力を尽くせればと思っております。今年10月には野村家3代が共演し、就任記念公演を開く予定です。